あいやブラボーブラボー、おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。今日はですね、 PC エンジンミニで遊びたいと思います。スプラッターハウス行きましょう。いいね、この音いいね。これね、PC エンジン版だと何がどうだかわかんないけど、ここのね、館にリックとジェニファーが歩いてくっていうね、グラフィックはね、一応アーケードにあるんですけど、さすがに PC エンジンではないですね。行きましょう。おら、もうスプラッターハウスに関してはね、結構、設定がしっかりしてるんで、まあ、ジェニファーとリックがね、恋人同士で、ね、雨の中ね、この館に入り込んじゃったっていう設定です。軽く言うと。まあ、いろいろ他にも設定があるんですよ。わー、ちょっとやばい。ちょっと油断してたな。危ない。まあ、パンチ、キックで、上を押すとこう、上に入れたり、物を取ったりします。で、ジャンプと同時に下とボタンを押すとこうやってスライディング。このスライディングが超強力。いいね。相変わらずいいね。面白いね。スプラッターハウス。あ、やばい。これがめんどくさいのよね。で、いきなりここになるっていうね。ここが一番アンチっていう。いいね、ゲーセンでやった時は難しすぎてね、一面もクリアできなかったの。さすがナムコ。こい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 。これ最後っぺあるから気をつけてくださいね。怪しいなと思ったらこっから出てくるっていうね。ほら、いいね、操作向上してます。めちゃくちゃやりやすい。でね、この移植度が高いんですよね、このスプラッターハウスは、PC エンジン版の。今だったら、明け赤とか出ててますけど。で、PC エンジンの、アーケード前のね、スコーンって落とすんですけど、まあ、しゃあないね。おら。よいしょ。今日は金曜日の、金曜日の夜じゃないですけども。13日の金曜日じゃないけど、おら。小さい、もうジェイソン怖かったもんな、小さい頃。今も、今全然だけど、普通にホラー映画見れるけど。さあ。ほう。ほう。ほう。さあ、この鉄球がね、どういう形をしてるかわかんないけど、浮いてる鉄球ってどういうことってなるのよ。よいしょ。あ、やばい。そうね、これギリギリで避けないと食らっちゃうんだよね。危ない危ない。ここで死にたくないな。ヘドロ、あ、やばい。ヘドロお化け。まずいな。やばい、食らいすぎてる。ポルターガイストいけるかな。来るな。あー、やっちまった。まずいまずい。いいよね、このポルターガイストの演出がすごくいいよね。これ椅子。よし、来た来た来た。いやー、一気失ったのもでかかったな。来た。よしよしよし、来い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 。で、絵が来るんだな。
これ食らうと一発アウトです。よーしよしよしよし。出たー、ここ。こいつ強いのよねー。ドーン。ドーン。あー、犬が。ドーン。ミスった。これ下に入っちゃうと連れてかれちゃうから気をつけていきましょう。オッケー。うら。うら。ああくそ。と。でこれをね向こうに持ってくっていうパターンがあるんですよ。こうやって。よいしょ、やばい、やばい、いやーだー、何やってんだ俺、なんか難しいな。やばい、くそ、あぶね、あー危ない危ない、こいつが一番強いのよ。やり、この角度からやり投げたら当たらなそうだな。一個ずついくよ。ほらほら、室伏、あーこっから来そうだな、最悪だ。このスライディングは当たるんだけどな。よいしょ、来たよこれ。だから、もうちょっと行ってから。よいしょ。よし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 。データここ。待った、これ。ああ。なるほど、つくぐらいと同時だな。あ、この辺だ、やばい、危ない。ここか、次こっちだな。くそ、うわー、くそー、よし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 、あ、ここか、斧があったはず。来た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 、
これを。危ねえ、やべえやべえ。これ最後、おっしゃー、あぶねえ。はあ、一筋の光。ここでハッピーエンドかと思いきや、うん、なんだ、一応ねアーケードだとここにねジェニファーのねキャーっていう声聞こえるのよ。行きましょう。ほら、あ、危ない。この曲はね、ほんとテンパる。つったったったん、つったったったん。いやー、ここねー、坂道なのよ、これが。あーや、最悪、最悪だ。うわー、むずいね、やっぱここ。あれ、ここ、おーっしょ、こうクイックイってやるんだよね、このマッドハンドみたいなのがね、アーケードだとね、挑発してくんだよね、クイックイって。人差し指クイックイってやるの。よーしよしよし。こいつ余裕だな。あ、いて、行って、こんなやついたっけ？あ、いて。よし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 。いやー、またここか。くっそ、このジェイソン苦手。うわー、くっそ、このジェイソンマジ苦手。出ないこのスライディングが。お、来るか。うわ、ようやく来た。いや、またソウルイーターか。やだな。来た。よし。来い来い来い。ああ最悪。ああ一回も食らわずに来たかったな。よし来た。ジェニファー。トラウマです。ここはトラウマ。Help me. あ、あ、あ、どうした、ジェニファー。うわっはっはっは。あー、最悪。こいつ強いんだよね。
よいしょ。Help me。どうなってんの服。よし、この距離が大事。よしよしよし。助けるぞ。よし。おっしゃ。ジェニファー。私のジェニファーやりやがったな。こっから復讐劇が始まる。うわ、部屋の中どうなってんだ。ドゥヌヌヌ、ここがねマザーエイリアンみたいに出てくるんですよ。テン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 、ここがねすげえなんだよね。この BGM もほんと秀逸。てってってて、こいつがねいろいろ生み出してんだよね。悪の根源。いや、これよし。いや、あぶね。よし、こいつらは一個ずつ倒さないと。よいしょ。いいよ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。ここでね、よし、よし、来た。いやー、もうここはめちゃくちゃ。よーし、箱殴りだ。こいつやばいやばい。いやー、もうこいつ倒すしかない。おっしゃ、あぶね。でろ、よし。さあ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 、最終局面。いやー、でもね、PC エンジンはよくできてますよね。あっぶね。モンスターたちがね、逃げ遅れたモンスターなんかな。あぶね。あぶね、ここはノーダメでいきたい。やばい、やー、くそ。ほい、よいしょ。やべ、くそ、この巨大な手がね。いい感じ、いい感じ、いいぞ、いい感じよ。この化け物め、やべ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 やばいよ。ここで負けたらね、リックス、わあ、当たり判定が。あーやべ、あー当たってない、ナイス。当たったかと思った。
もうしょうがない、今のダメージはしょうがない。上から来るがれきはねもう避けづらい。あんま近く行くすぎと、あーこれも避けれない。これしょうがない。いいよ、こっからかぶせてくんのがねいやらしいわ。やべ、おっしゃー、あぶねー、残り1だった。悪の根源が、いやー PC エンジンなのに頑張ってるよね。どんどん解き放たっていく。おー割れた。まさかのバッドエンドっていうね。で一応スプラタースはこれでまあジェニファーの仇を取って復讐劇に燃えた男っていう形で終わるんですけど、まあパート2パート3がメガドライブにあるんですよね。それによってはストーリー全体としては一応ハッピーエンドにはなってるらしいですけど、 PC エンジンにしてはねしっかりしてますよね。グラフィックもしっかりしてるし、これねアーケードでもね明らかでもできるんですけど、アーケードとはまたねグラフィックはねまあ全く違うんですけど、全くっていうかかなりきめ細やかに表現とかされてるんですけど、 SE とかね BGM とかもそうなんですけど、 PC エンジンはかなり頑張ってる。さすがナムコって感じですね。この BGM がなんか注ぎますね涙を。ジェイソンの元になってる話ではないと思うんですけどね。まあジェイソンからマスクは取ったんでしょうね。うん。ナムコ。2年後に移籍してん、移籍っていうか移植してんのね。エンド。これね割れたマスクが復活するっていうのもあるんですよ。グラフィックだとちゃんとね最後まで描かれてます。なんとも後味の悪いエンドでございました。